お腹すきましたね、マックス村井さん。はい。ここで重大なイベントです。ほう。アップバンクストアフィルムフェスティバルです。イエーイ。わかります？アップバンクストアフィルムフェスティバルですよ、マックス村井さん。国際映画祭みたいなものとかけてフィルムフェス。そう。あ、そういうことか。アップバレた。なんで早いの？早いの。落ちに行く前に。アンチグラフィルムしかり、うん、アップバンクストア、うん、その2つ毎月、うん、ね、恐ろしい数のフィルムを貼ってるから、はい、っていうところとかけた。はい、はい、ということで各店舗の店長さんにですね、面白いショートフィルム作ってきて、ほう、君たちたくさんフィルム貼ってるからショート動画作ってきて、やってるからショート動画、なんかフィルムだ、無茶ぶりです、まみとさん、無茶ぶりです。あの、ロジックないです。ない。ロジックないです。ない。もう前提として破綻してます。破綻してます。なんもね。ただそう言ったら各店舗の人たち、あ、なるべく店舗と関係ないことにしてと、あの店に来てねとかそういうのもやめてと。ほう。もう冬のあいつっていうテーマにしてくれって確か言ったはず。冬のあいつになってます。 冬のあいつでしょ。冬とあいつ、あ、冬とあいつ、冬とあいつというテーマで動画作ってきてる。1分以内くらいのやつで1位になったら、1位なんかあるんですよ、賞があるんですよ。あ、順位決めんの。順位かなんかあって、ほうほうほう、それで決められたらマックス村井さんがと、あ、リオナリだ、リオナリがその店舗の CM を代わりに作ってやる。初めて知った。初めて。上から目線。題してアップバンクストアフィルムフェスティバル、イエーイ、第1回、第2回来ねえかな。じゃあもう早速行きましょう。僕らは審査員なんですよね。そう、審査する視点で見るのね。はい、結構上から目線でいいから。さあ、じゃあ見ましょう。今日上から目線だからいっぱいある。はい、じゃあ全応募作品1,2,3,4,5,6,7,8,9、 多いな、9作品。どこから行く？上から行けばいいんじゃない。名前で相当された順番。池袋。池袋。じゃあ私が再生ボタンを押させていただきましょう。はい、匿名 ABS フィルムハリーズ池袋支部にやろう。なるほど。はい。じゃあ動画いきますか。いきまーす。再生。編集もしてる。編集も編集。お、いいじゃん、いいじゃん。店長。で帰ってきたものまで。お、池袋。お前店員やるなっつったのに、くそ伝わってないな。まあいいや、ちゃんと編集してある、うん、おい、お前ら全員集まれ。あ、あ、お前らは現状に甘んじている。このままでは冬を越せずに、うまい、お店は終わりだ。なんだって。じゃあどうすれば。お前たちに課題を与える。課題？誰だね。誰？5台ね、急ぎで。あいつじゃん、マミポコじゃん。かしこまりました。お時間約10分ほどいただきます。そんなに待てないわ、1分でお願い。1分いや無理だ、絶対無理だろ。すげえな。よし、みんな行くぞ。おお、メリーゴー。よし、終わった。こっちも終わったわ。終わったよ。さらっと完了。4台完了。あとは僕です。すいません。頑張れ、急げ。ああ、埃が。落ち着け。正確に早くだ。40秒経過。もうダメだ。バカ野郎、まだ時間はある。諦めるな。50秒経過。よし、みんな応援するんだ。おい、もっと頑張れ。頑張れ、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 よくやった。その気持ちや姿勢を忘れるな。これで冬は越せるな。よっしゃー。
んだこれ。レベル高くないですか。結構すごいじゃん。角度高い。角度高い。角度高い。え、すごいよこれ。すごかった、すごかった。あり続く。ちゃんとしたとこが作ってきたね。すごい。え、なんかちゃんとしてたよ。てか演技が良かった。演技めっちゃ良かった。え、すごいじゃん。すごい。めっちゃ考えてるじゃないですか。カット割りとか。しかも、私の声のモノマネの人結構似てなかった。似てた。よし、してたんすよ。すげえな。もうどんどん行く？今どんどん行きましょう。池袋1位ね。まあ暫定ね。うん、じゃあ次、はい、梅袋じゃねえ。梅田2作品ありますね。梅田、まあ、言うとあいつ。ほら。なんて2つなんだよ。10の、墨の。墨の案。墨の符の案と。いただきまーす。先生。第4話になってる。いやいや、男子神谷さ、3日前から連絡取れんらしいよ。もしかしてあいつかな。ちょい、やめてくださいよ。まだそうと決まったわけじゃないじゃないですか。そうやけどさ、あいつが現れるの冬やってネットでも噂になっとるやん。あいつが現れる。でもそれって噂の話ですよね。もう石井さん、こういうのほんま苦手やね。ほら、じゃあほら、お疲れ様です。えああマジ？危ない。次々と消えていく仲間たち、残された者たちの運命は、そしてあいつとは一体何なのか。板場が死ぬ間際に残した冬の文字と謎のメール、それを思わぬ形で物語を加速させていく。恐怖に縛られ、未来さえ分からぬ今、人は何を思うのか。次回、歯車。きしむ音は不協和音を奏でる。ナレーションうまい。ちょっと次回歯車見せてくれ。次回歯車見せてくれよ。ないでしょ歯車なんて。次回なんてねえよこれ。何も考えてないよ絶対。すげえ。いや面白い。これすごいじゃん。すごい。バカバカしくて好きです。これガスなんですか。ガスさん。あ本当だ。ガスなんでやってんだよ。一緒にやれよみんなと。はい、じゃあいきますよ。先生。2000マックス年、ユア腰痛でニコニコ時代、あらゆる配信者は日々配信外から呼び去っていった。しかしあいつは生き延びていた。誰だよ。全店舗対抗でフィルムフェス開催するみたいですね。そうなんだ。あ、バーシーさん。おい、フィルムフェスやんね。まあ、んな全部あいつにやらしといたらいいから。もう俺知らんから。うん、ばあちゃんフィルムフェスよろしくね。えマジでやばいね。冬のスポーツといえばやっぱりアイススケート。ガースーさんの華麗な滑りで冬らしさをアピールしましょう。おい、これを見てるお前たち、今日はこの俺がフィールドスマッシャーを届けてやるぜ。おい、気になりますちゃんと来た。おいやー早い、次行きましょう。え、時間をしてるんで。やっぱり冬にしか出会えない方がいると思うんですよ。次動画撮りましょう。はい、おっさんがいろいろやるんだね。おい、お前ら今日はな、寒い中涼しい中釣って、お前ら水出ようじゃねえかい。おぉ、来たー。ケムカン、ケムカン。ガスさん、次行きますよ。結構いい。近いね。ガス、動画ビーム回ったんで、もう一度一から撮り直しましょう。はぁ、あ、こんなんバーシーにやらせたがええねん。どうせお前らもな、YouTube でタダで見てるんやろ、ほんまに。俺もこんなん二度とやらんからな。いや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 。いや、もうええって。
NHK みたいな終わり方。これ面白かった。梅田が絶対優勝やな。2つ出してきた。力強い。なめてフィルムフェス舐めてたでしょ。いやすごいね、クオリティが高い。高い、気合い。みんな勝ちに来てるじゃないですか。怒涛でございますよ。面白い。さあ新宿行きますよ。新宿これちゃんとしてる。なんかちゃんとしてる。サイダーマンだよね。やっと望んでいた何かが始まった。これフリーソマ的な。あと古いね。4対3にしてるの。ちゃんと4対3にしてる。再生。なんか結構青春してんな。なんなのクールな気持ちです。こいつは。セクターにはなんなの。カラオケのさ。それに流れる映像みたいな。確かに。シゲブくんのマジ曲だ。なんだよ。新宿スタッフの。お、絡まれて絡まれて絡まれて。カラオケだ。分かる。サイダーマン何なの。カラオケだ。PV になった。PV になった。本人登場だ。お、優しい。ありがとうございます。どうしようもね。すごいベクトルがいろんな方向に、ま、ね、すごい。いやすごいな。 PV 画像加工してくるね。続きまして渋谷パルコ。今スピードとかも変えてやってます。すごいよね。再生。どうもリポーターの平野です。本日は今巷で噂になっている怪人逆立ち男について街に出てインタビューしてみたいと思います。では行ってきます。ちょっと大泉洋的な。今噂の怪人逆立ち男ご存知でしょうか。あ、知ってるよね。知ってる。超有名だ。お、知ってますか。知ってます。渋谷でよく見ます。お、渋谷でよく見る。昨日夜見たって言ってる。昨日の夜も、うん、なるほど。先週も見たかもしれない。先週も見る。結構そんなにいるんですね。あ、すっごい思いました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今若者の間で有名な怪人逆立ち男ご存知ですか。あ、自分めっちゃ知ってます。知ってますよ。お、はい、知ってますか。知ってますよ。実際に見たことないんですけど、ずっと逆立ちしてるらしいじゃないですか。なんかそうですよね。あれ、え、ずっと逆立ちしてるんですか。そうなんですよ。あ、そうなんですね。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、見つからないですね。どこにも見当たらないですよ。カメラさん、あそこです、そこです。超チキン。あなたが怪人逆立ち男さんですか。あ、多分そうだと思います。え、ずっと逆立ちしてるんですか。はい、生まれた時からそうですね。え、1回ぐらいやめたことありますよね。いや、ないですね、ずっとこれです。え、本当ですか。いや、そうですよ。すげえ。わかりました、ありがとうございます。はい、ということで今日インタビューの結果、渋谷に怪人逆立ち男は実在しました。以上、現場から平野がお送りいたしました。あ、あら、でも結構すげえ。あの、原島さんと、あー、ダンスのダンスバトルで出てた。すげえ。ずっと回り続けられる男。次、怪人回転男になる。タレント多いなぁ。いろんなベクトルで。次、渋谷モディ行きます。渋谷モディ。みんな編集が違うのもいいね。
4対3でございますね、はい、渋谷モディ坂本作坂本作再生またこの季節がやってきた。冬になるとどうしても思い出してしまう。5年前の冬、あいつが亡くなったこと。雪山でだんだん出会いとか。あいつの異変に気づいたのは仕事を終え家に帰る途中だった。着信履歴を埋め尽くすほどのあいつからの着信。かけ直した時にはもう遅かった。え、あいつまさか死んじゃった？今日もまた仕事を終え家に帰る。あ、ない。原島。あいつの名前ない。あるわけないか。あいつがもう着信履歴になくなっちゃった。あ。ちょっと。ちょっと、ちょっと待ってくれ。バックパック中川。誰バックパック中川って。下にいるんすか。いるんすか。いるモディいる。いいやつですよ。すごいね、モディも結構。でも渋谷モディ。2つありますね。続き続き。なんで2つつくんだよ。はい、行きまーす。続くかな。先生。雪が降ったあの日、私はあいつに恋をした。逆だ。うわっ、え、これすげえ。この人なんでバックしょったままフィルム貼ってるんだろう。積極的展開早っ。中川さん、バックパック。This is バックパック。私、中川さんのことが好きなんです。付き合ってください。バック。バック。僕には背負うものがあるんで。バックパック。バックパック中川って誰？メガネクソ野郎。部屋の中にも改札の前にも。私はフィルムを貼る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 。とにかく貼る。貼る。そしたらきっと春が来るから。I'll be back. Boku ni wa anata o seonai ryū ga aru desu. Oto. Sugo rin ko shita. Chotto kono chotto de back park ga chotto. Are chotto hikkyō sugiru yo na. Tobi dōgu toshite yabai yo na. Back park. 1個前でさ、バックパック中川って書いておいたらうまいよね。ね、うまいうまいうまい。引っ張ったよね。はい、次柏でございます。先生、じゃあちょっと寝た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 。いやー、最近やっと学生の気持ちが上がってきたな。ちょっと待ってください。いや、宮崎さん、俺ら学生の気持ちまだまだです。え、分かってるよ。全然分かってないです。いや、分かってるよ。じゃあ勝負しましょう。おいよ、勝負しようよ。そこまで言うなら、勝ったら認めてあげます。いいよ、じゃあやるか。やりましょうよ。やるか。やりましょうよ。オッケー、じゃあいつもの言っとく。行きましょう。行くよ、せーの。俺たちとドッジボール対決しましょうよ。おいいよ、やってやるか。ドッジボールズこれでやるの。一体ただし当たりますよ、そんな。寒いよ。いや、それこそ判定じゃないですか。これでやるの、はい、うんって。オッケー。 JK 俺だ。
仲いい。いや、お前らも青春ってそんなもんかよ。全然だよ。かかってこいよ。おい。舐めやがって。やっちまえ。うわぁ。うおぉ。囲まれた。いけ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 。隠れたぞ、ピニー。うわぁ。こけたぞ。雑。葉っぱかぶせられた。いやー、もうさっきはマジで意味のわからないことで負けたけど、次はこれだ。 50m 走絶対負けるでしょ。いやいやいや、噛んでるから。いや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 、まあでも現役だから、現役だから。じゃあ勝負しよう。1についてよーい、ドン。俺たちもう勝ったし、あとは女の子たちで対決した方がいいんじゃね。じゃあかわいさ対決でいいんじゃない。いいんじゃない。もうやってやるよ、何でも来いよ。いいですよ、やってやりますよ。雑魚になんて負けないし。雑魚になんか。可愛くない。可愛くない。本当だ、何だ。バイバイ。じゃあちょっと待って、男が飛んだ。ダメ。頑張ったな、宮武。一回も勝てなかったけど、これで少しは学生の気持ちに近づけたかな。なみんな、誰もいねえし、ていうか夜だし。店長何やってんすか。何遊んでんすか店長。ちゃんと集中してくださいよ。ありますよ、残ってるんすから。ちゃんとね、あれ多分大変でしょ、学生に教えたりする。大変だよね、こうやってとか。大変ですよ、あれ絶対。関係性ができてるね、学生と関係性ができてる、すごい。どことなく、あの、宮武が光の当たり具合によってはこう、松田龍平に多いんじゃないの、それさん。見えなかった、失礼か。本当ですか。分かんない、見える時もある。ごめんなさい。最後、立川立木、できたばっかり。はい、立木行きます。スタート。立木はロケ地広いからね。冬と一人飯。何なんだよ、期待できますね。本当がすげえ。あったかいんだよね。似てるけど。お疲れ様でした。そうですね、お疲れ様です。お疲れ様です。腹減ったなあ。あ、うまい。いいじゃん。これは時計台の味噌ラーメン。時計台の味噌ラーメン。うわ、ラーメン食いたくなっちゃった。うわうわ、うまそう。うわ、これうまそう。今の反転させる動画うまい。いや、こちらの方でいや、考えてるな。食べてみた。
藤野くん食べてるの見るだけ僕ら。え、うまそう、めっちゃ食いてぇ。腹減ったら、腹減ったら。おお、いいかしら。いいぞ、味噌、いい。最後の最後で飯テロかよ。そう、なるほどな。全部見終わりましたね。マミルトンさん、総評をどうぞ。私、いや、全部すごいいろんなベクトルの動画を作ってて、これ、相談をしてないんですか？何も言ってない。この、うちのチームはこういう方向性で行くんで、かぶらないでください。そういう相談なしなんですか？あるかもしれない。あ、あるんか。多分ないんじゃないですか、でも。あれか。バラバラだと思う。今見た感じだとなさそうだけどね。うん、その方向性のバラバラさはすごかったんですけど、私の好きな方向性は、割と冒頭であったホラーのやつ。隅の子。うん、隅の子。なんかなんか第4話で始まったし、予告歯車そう、あのボケいいですよね、うん、あれはいい。もうすでに何人か死んでたし、ナレーションもね結構ガチガチだった。相当ナレーション超うまかった。相当多分テキスト起こしして考えてますから、うんうん、あのシナリオライトアプリがすごいなと。リオナイさんどうですか？いや僕はね、思った以上にみんなすごい細かくカット終わってる。そう、こだわってる。最初のあのフィルムハリーズとか、確かにめちゃくちゃ割ってますよあれ、うん、あ、演技力すごい高かったあのメガネの女の方と。僕はね、あのめっちゃ仕事できるさん、あ、っぽいですね。今回の動画を見て分かったことが、複数人で動画を撮るのってましてやドラマみたいなのってすげえ大変なんですよ。大変。あの監督のそのなんつうの、ここ動いてここ立ってとかのそういう動かしが問われるんですよ。で監督がしっかりしてた。どれもしっかりしてた。しっかりしてた。すごかった。でそれがすごい。なかなかできない。チームワークがすごい。うん、チームワークないと多分できないです。うん、これは。パッパッ。パッパッやばかったあれちょっと。あれずるいよね。あそこずるい。あそこずるいですよね。あそこ。バッパッ。だって会話できないじゃんあいつ。人外じゃねえかよ。バッパッ。バッパッ。背負うものがある。背負うものがある。これどうやって決めるんですか？1位決めるんですか？うん、1位だけなはずなんだよね。票を入れて被るとかで、でもバラバラになったら決戦投票コースつけがたい。いやーむずいなー。マックスさんどうでした？いやー結構ねどれも良かったんですけど、決めづらいよな。私は新宿っすね。あー結構ね、はい。え、どこら辺までですか？いやなんかあのあと私の人形と、うん、なんかもっとなんかあ交流もっと噛むんじゃないかとドキドキさせられた俺だったらそうする。しげのさんと曲と一緒そうそうそうサイダーマンと私の人形がこう重なるぐらいまでいっちゃうんじゃないかと思わせた。確かにそれは次のストーリーハラハラさせた。やばいやばいやばい。でもカット割りもすごかったし、みんなね、映像をそのまま出さないでちょっと加工して出してるのがすごいなと思って、ね、フィルムっぽくなってた、ね、みんなすごい。フィルムって言ったからかな。いや、だから映画寄りになってますよ。なってた、なってた。上下切ったりとか、うん、無駄なシーン少なかったよね、うん、すごいすごいよね、よくここ、ね、これだけやれるよ、ね、すごい。体張ってたのはあのガースさんと宮武さんかな。そうだね梅田と橋場は体張ったね。滋賀県に行ったよガースさん。だって冬でしょ。水の中入ってそう。あれやばい。二つ隣だ。あれやばいでしょ。しかもなんであんなヒールっぽく撮ってるんですか。お前ら。お前ら。なんか影響されてんだろ絶対。動画でコメントもらう？あ、そうする。皆様に決めてもらう？コメントでこう全部決めたが良かった、うん、何人が良かったでいいねつけてもらう。高評価の多さで決めますか、うん、2つあるやつとかと、まあいいか、いいよ、もうまとめてでいいんじゃない、セットで。統計が結構大変なんで、うん、僕らが、そのマックスマレーのアカウントで、うん、池袋が良かった人っつっていいねを押してくださいっつって高評価の数で決めた。わかりやすい、1人1回しか押せないし。ああ、それいいね。あ、じゃあコメント書いて店名書いて押すのね。ああ、それいいよ。じゃあコメント、そのオーナーアカウントでコメントを書くときに
渋谷パルコとかだけだと分かりづらいから、渋谷パルコ印象的な何かメッセージ、うん、映像にまつわるメッセージセットで書こうか。これね、グッドが多かったやつ。はい、じゃあ皆様、ぜひとも投票で決めさせてください、この動画の概要欄に私のアカウントで池袋、梅田、新宿、渋谷パルコ、渋谷モディ、柏、立川立ちの7個分のコメントを書いておきます。コメント欄によかったとかアーダポーダとか書いておきます。その7個に対して皆様が投票をください。高評価、コメントに高評価つけられるんで、うん、そちらの評価数で、決めたいと思います。第2回やりたい。いやすごい面白い。これ続きやるのかな。第2回やりたい。いやでもこれ、ね、第2回やったら歯車見えるかもしれない。歯車来るよ。いや多分ね、考えてなかった。絶対5話とかじゃなくて9話からスタートします。あやりそう。飛ばし飛ばし飛ばしてきた。バックパックももうなんか次の人になってるんだろう、ね、バックパック主役になってるんだろう。バックパックずるすぎる。あれは卑怯だよ、卑怯だよ。もう言った瞬間のあの第一声でもうね、いやあれうまいっす。想像させたのがすごいね。一本前の動画でね、本人いろいろ考えて動いてたもんね、うん、動いてた動いてた。本人の自分視点と他人視点であそこまでこうギャップがあるってひどいよね。面白い。美味しいとこ持ってった。はい、では皆様の投票お待ちしております。お待ちしています。以上、アップバンクストアフィルムフェス第1回アップバンクストアフィルムフェスでございました。さようなら。お疲れ様でした、皆さん。宣伝もしとかなくても、宣伝もしとかなくても。あ、そうです。アップバンクストア、各店舗、フィルム貼り無料でやっております。どうしよう。毎月、何千人、何万人という方がアップバンクストアでフィルムを貼っていただいております。そうですね。今、出てた人たちもみんなストアの店員さんですから。そうです、そうです。各店舗ごとにね。行けば会えますよ、バックパックの人。はい、バックパックちなみに、まさこれ、はい、引っ張ってあれなんですよ。実はこのフィルムフェス、一般からの応募もいつか受け付けたい。おー、いいんじゃないですか。すごいな。いつかやりたい。いいと思います。その時はまた告知します。はい、はい、では本日は以上です。さよなら。面白かった。面白かった。